ちょっと調べたいことが。だったら図書室行かない？うちの学校の割と設備がいいんだ。そういう調べ物じゃ。それもいいかな。そうしようよ。明日から期末テストだし、一緒に勉強しよう。まゆ、図書室ってこの学園のこと調べられる？卒業アルバムとか学校の資料ならあると思うけど。そう。じゃあまずそこから調べるのが早いか。ん？何の話？あ、なんでもない。え、こっちの話。変なの。早く行こう。案内するよ。ハジ、どうしたの？マユ、ごめん。ちょっと待ってて。どうしたの、サヤ？忘れ物？ちょっと。どうしたの、ハジ？何か分かったことでも？アリアという生徒、チャリティーコンサートを行うそうです。アリアが？学園長が話しているのを耳にしました。ハジ、それはいつ？どこでやるの？今日。もう間もなく始まるはずです。場所は分かる？学園の近くにある施設のようです。どうかしましたか？この学園について図書室で調べようと思ってたの。さや、これを。あ、どこへ行くの？先に行って調べます。お願い。私も後から行くから。わかりました。私だ。昨日の病院につながる新しい施設が判明した。これから調査に向かう。そちらの現状はどうだ？進展がないなら同行してもらいたい。どうしよう。今図書室に向かってる途中なんです。学園の内部資料が見られるようなので。うん。こちらを調べたらすぐに。いや、それでは間に合わない。学園の調査も重要だ。こちらは何とかする。どうしたの、デビット？サヤが使えなくなった。サポートを頼む。私じゃ戦力にならないわよ。それは私が担当する。君は情報を収集してくれればいい。わかったわ。行き先は？総合遺伝子研究所。秘書室総合病院のカルテが移送された先だ。こんなところで大っぴらに抑止の研究を？秘密保持の点を考えれば関与しているのはごく一部だろう。カルテが移送された研究室だけに専用線が引かれている。そこまでの侵入方法は？手回しがいいわね。機械はこれで欺ける。騙せないのは警備員の目だ。監視カメラには気をつけろ。
よし。カルテと研究データの確保を頼む。ジュリア、まだ。今セキュリティと監視システムを黙らせているところ。今の端末の設定じゃデータの入力と閲覧しかできないわ。なるべく急いでくれ。偽の ID を紹介されたらいずれバレる。時間の問題。遅かったか。これで少しは時間を。デビット。作業を続けろ。私の時間を稼ぐ。終わったのか。カルテと臨床データは全部回収したわ。よし、撤退するぞ。待って。どうした。これは抑止開発実験の基礎データ。何をしている。早くしろ。このデータの環境に合う場所を特定できれば。まだか、ジュリア。終わったわ。行くぞ。データもあった。ええ、臨床実験に入る前のイプシロン 88V の基礎実験データ。それで今回の抑止の全容が解明できるのか。これだけでは難しいでしょうね。投与実験に関する基礎情報しかない。それでは意味もない。ただ被験者の実験環境が詳細に記されているわ。これを分析すればもしかしたら。何か基礎実験を行った場所が特定できるかもしれない。基礎実験を行った場所。イプシロン 88V を生み出した場所よ。ジュリアさんから聞いたよ。サヤ姉ちゃん
また一人で戦ったって。俺たちサヤの何なんだよ。足手まといかもしれねえけど、たった一人で行くことないだろ。足手まといなんかじゃ。それにハジもいた。心配ないよ、ハジ強いし、いつも見守ってくれて。そんなにあいつは信頼できるっていうのか、俺たちより。そんなんじゃなくて、ただ私は。もういいって。カイ聞いて。もういいって言ってんだろ。カイ、二人ともごめん。でも私は、僕らどうしたらサヤ姉ちゃんの役に立てるのかな。ちくしょう。水が感染源あり得るけれど、断定するには証拠が足りないわね。そう。がっかりしないでさや。イプシロン 88V については、開発した研究所の場所を私とデビットで突き止めたから、もうすぐ全貌がつかめるわ。うん。それより、あなたはアリアから目を離さないで。ショッピングモール、地下鉄、抑止となった小賀という生徒、そして今回の一件。あの、やっぱりアリアさんが事件に関わってるんですか？まだ何とも言えないわ。彼女の歌については私が調べてみる。ハジ、聞きたいことがあるの。私の過去って。過去を知ればあなたは今のあなたでいられなくなる。それが怖いのですね。沖縄にいた頃は少しでも自分のことが知りたかった。でもそれを知ったら、いろんな大切なものなくしちゃった。もしももっと知ってしまったら、カイやリクも恥。記憶が戻れば全てわかります。私はいつでもあなたと共に。足手まといは不要だ。自分の身くらい自分で守るんだろう。とりあえず恩に着るぜ。親父、俺たちを見守ってくれよ。